はい、本日のご飯は韓国料理のポッサムでございます。韓国料理やね。そうでございます。こちら豚肉を蒸したものですね。しっかり蒸しました。でキムチとサンチュ、コチュジャン、そしてこの蒸した時にできた卵スープを作りましたおじいちゃんは後ほどおばさんと晩ご飯を食べます。じゃあ先にいただきます。はい、どうぞ。そしてこの後もメダルが期待できる。召し上がりください。マラソンです。召し上がりください。6人が出場しますが、高橋さん注目は。はい、本当に一人ずつ選ぶのすごく難しいんですけれども、ロシアハリス鈴木愛子さんですね。昨日のオンラインでの記者会見があったんですけれども、非常に表情が良かったのと、毎週週末にはマラソングランドチャンピオン1時から40キロを毎週毎週積み重ねてきたということで、すごくこうやりきったといったすがすがしい表情でした。そういった意味ではこの大会を最後というふうに公言している大迫選手にも本当に覚悟の走りというのを期待したいなと思いますね。どんな姿を見るのでしょうか。そして朝原さんはどうでしょうか。 4×100m リレータレ作るの忘れてた。タレ何タレ。これがタレ。そうですね、リオオリンピックでも銀メダル、2大会連続のメダルを期待しましょう。こちらから以上です。はい、朝原さんも心強いコメントありましたけど、やっぱ天気ですね。暑さ変えていくので、もう各国、それから地域の選手の皆さん、暑さで本当に困っていると思いますので、少しでもね、この暑さが弱まればいいなと思うんですが、なかなか厳しそう。視聴者の皆さんもお気をつけください。ではここから新型コロナウイルスについてまとめます。東京都重症者の人数は都の基準によりますと135人、国の基準になりますと871人。3日間平均した検査件数は1万5900件ほど。発表された新規陽性確認者最多です。5042人でした。そういった中で政府は今日、愛知など8つの県に対しまん延防止等重点措置を適用することになりました。一方で相次いだ、お醤油持ってきてるよね、こっち。お醤油持ってきてるよね。醤油なんです。午後4時からの新型コロナ対策本部、これがね、ごま油と味の素と塩とごま油、ごま油と味の素とあと醤油かで作ったやつね。これもいいよ、取っちゃえ、取っちゃえ、取っちゃえ。こっちはね、じいちゃんが作ったやつ。テレビだよ。おー、競歩が競歩銀メダルってすごいじゃん。競歩、うん、競歩やった競歩とな、うん、じゃあこれ食ってごらん。ごちそう持ったら垂れちゃうよ。このままの上昇傾向で陽性者数が増えてまいりますと、おそらくこの医療体制もヘルシーだろ。あ、入浴そのままだ。うん。ここからはご覧のスポンサーの提供で。これはこれ油多すぎる。ヘルシー料理、美味しくない？美味しくない。美味しくない。美味しくない。よろしくね。あ、白元クリニック三菱地所と次に行こう。何事かを申し上げるには他人とのぶつかり合いが必要だ。行きたかゲーデのことです。三菱地所はここ東京に卵スープ残ってるから、うん、卵スープが残ってるから、はい、後でなんか飲んでください。それじゃ、そうそうそう、これこっちは美味しいから、うん、これ飲んでごらん、ちょっと飲んでごらん。いやいやいや、飲んでごらんやろ。何気ない日々が幸せだと思えるのは大切な人たちが笑顔でいるから。一人に寄り添っていこう。私の仕事はこの町の健康につながっている。Thank you.
塩味が足んねえな。足んねえな。うわ。もういいです。何もあげません。出す？出す？倍だもんな。現在はまだ重症には至っていない中等症以下の患者については保健所などの自宅療養か入院もどうすることもできないだろう。大変だな。そこで宿泊して在宅で療養していただくのか、どこで宿泊するのか。総理大臣とかがコロナにならないと変わんないよ。自分らが、自分らは大丈夫だと思ってるのだって。飯食ってんだろ。感染急増地域において自衛隊の判断による選択肢を設けるものであります。当初は重症患者などいないが自宅療養が基本などとしていましたが、自治体の判断による選択肢などと説明の仕方を変えたのです。政府は方針転換を決めるにあたって作成していた説明資料の見直しも行い、中等症でも入院できるケースを明記しました。新たな資料に沿って総理はこう説明しました。中等者で酸素の投与が必要な方、投与が必要でなくても重症化のリスクがある方はもちろん入院していただきますが、いずれにしろ入院は医師の判断で行っていただくこととしております。わずか3日で軌道修正に追い込まれた菅政権。感染が急拡大する中の特化工事です。すべき点はオリンピック見ようぞ。オリンピック国民のためになる。いいよもうこんなバカなニュースは。ジャー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 。これ知ってる？メダリストからも批判の声が相次いだ。河村族だ。名古屋市長が金メダルを、ああ食ったやつか。そう。ああ。セックラだからかけてちょうだいって、これもおかしな話だしさ。で、かんだってどっちことねえんだよ。どうってことねって汚ねえだろ。だって人のもんよ。そのまま返すんだよ。口に含む消毒せず返した。うん。ああ。
バイキンがあれば困るな。そりゃそうだよ。圧巻の6連続三振を奪うなど大活躍したソフトボールの後藤投手。謝罪がすごいムカつくんだよ。謝ってる気がしてないの。そうですね、あの相手はクリックが分かってますので、まずはあのしっかりとフィニッシュをかけて相手を崩して、じわじわこうまず追い込んでいきます。そんな非常識な人でも偉くなれるわけだからな、じいさんや。そうだよ、まあ、腕とかを取ればそれを持ち上げて中に入る。そんな人だとは思ってないもん。うん、今落として右手は外側から二の腕を抱えて、今度はまた内側から入れようとしている。向かい側の右手、フェイントの後からの別に、はい、崩すのけ欲しいですね。お落としました。さあここからひっくり返したらしい。うん、素晴らしい。後ろ取ったポイントに、まあ、これで同点に追いつきました。これは向かい側のうまさが出ました。いいです、いいガブリでした。この30秒で得点取るとかなり有利に第2ピリオド進めます。そうですね、ここは焦らずにじっくりいきたいです。お、取った。よし。あ、また取った。あ、いや、よしよしよし。あ、取ったわ。こうやって1回下げて上に上げるといっぱいポイント入るんだって。あ、もうすっごいポイント入ってるよ。これあれだ。再放送だこれ。初戦はすごく硬くて、自分の動きできなかったんですけど。18人の感染確認、3日連続で沖縄648。ハイライトの時ハイライトって出してほしいよな。やりましたね。キワ炊飯器ダブルスタンバイ。この選手日本の鳴崎キワです。クライミングだって実は。これも大変だよな。大変だよ。掴み損なったら怒っちゃうな。うん、割れなかったら死ぬからな。ほら、ダメだ、滑っちゃった。うん、ちょっとね、調子上がり気味で、まあ、緊張してるんですね。まだ命綱使ってるからいいと思う。あれなかったら大変だな。とっさん2位だよ。この8人の選手があさっての決勝進出ということになりました。残念ながら日本の原田海は敗退ということになりました。18位か。そうだ、おととい行われたスポーツクライミング男子複合予選の模様をハイライトでご覧いただきました。20人が出場した予選、楢崎選手は最初のスピードで直線的な登りを追求したオモアスキップと呼ばれる登り方で5秒94と2位のタイムをマーク。続くボルダリングでは4つのコースのうち2つを登りきり、こちらも2位。最後のリードではうまくリズムに乗れず14位となりましたが、3種目の合計で2位となり決勝に進みました。一方、22歳の原田選手はスピードは7秒08のタイムで15位、得意のボルダリングは12位と成績を伸ばせず、巻き返しを狙った最後のリードも17位で、3種目の合計は18位となり決勝には進めませんでした。今日の決勝、失礼しました、ちょっと一つだけコメントをご紹介させてください。今日の決勝に進んだ楢崎選手、おとといの予選の後こんなコメントを残しています。5年間待ってやっと来た機会なので、これどこの通知だ、緊張したということなんですね。
できなかった。浅草じゃねえか。練習したということで、今日の決勝に向けては最善を尽くして頑張りたいということです。どこだろうな、場所が分かんねえな。東京タワーも映ってねえし、高さもよく分かんねえし、海なのな、周りの。うん、緊張感もなく、いきなりスピード2番目ですからね。この後のボルダリングも期待したいというふうに思います。さあ、成果をバックにここで NHK プラスのご案内をしておきましょう。成果だったらあれじゃない、 E テレの放送は千駄ヶ谷じゃない、 NHK プラスでも行っています。また大事な瞬間を見逃したくないという方には NHK プラスのオリンピックプッシュ通知機能がおすすめです。ユリカモメだな。通知設定でオリンピック関連のボタンをオンにしますと、気になる試合の前にお知らせが来るという機能です。ユリカモメ、ちょっと注目の競技が電車時間にこう重なったりもしてますんでね、これは便利な機能かと思います。また放送から1週間は見逃した番組も見ることができる NHK 感染15,000人、15,000人全2週間後には予測では東京都だけで1万人超えるって言ったよ。さあ、それでは先ほど行われましたスポーツクライミング男子複合決勝、最初のスピンで大丈夫かな。ワクチン打ったんだろ、あんま打てねえか。でも子供なんか打ってないんだ。打ってねえか、それぞれの順位を掛け合わせた数字がその選手のポイントになるわけですが、そのポイントの低い選手が成績上位ということになりますから、まあ、願わくば各種目で各選手とも上位を狙っていきたいところです。さあ、今お話があったようにバッサマーニが危険ということになりますから、戦うはずであったこのチェコのアダム・オンドラが今一人登場してきました。まあ、アダムにとってはここを確実に、はい、登り切れば、そうですね、に行けるんでということになりますね。まあ、実力から言いますと、この8人の中でも下から数えても速いタイムから見ますとね、はい、そういう順位なんですけれども、まあ、これはアダムとオンドラにとっては今これ登ってしまう際すれば、まあ、4以上は確定するということになります。スピードにおいてはですね、大きなアドバンテージですよね、はい。さあ、今アダム・オンドラが1人で登っていきます。持ちタイムでいうと7秒464という選手の自己ベストです。あ、もう割れた。本気ですね、偉いですね。そうですね、まあ、ゆっくり登っても力を貯めてもよかったわけですけれども、じいさん、動画だからさ、分かりづらいけど、こうなってんだよ。こっち側にこう反ってんの。反ってんの。そうそう、だから 真上じゃないのよ。あ、よりさ、より登るの大変なんだよ。まださ、こっち側だったらさ、登りやすいじゃんか。こう、反ってるわけだから。内側にこうなってる。そう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 。コリンとアルベルトですかね。いいですね。準々決勝の第2組は、アメリカのコリン・ダフィー、そしてスペインのアルベルト・ヒネス・ロペスという、この2人が対戦をします。自己ベストで言いますとほとんど変わらない。コリン・ダフィーが6秒23、これ一昨日の予選で出しました、はい、そして今シーズンの大会で出した6秒29というタイムがアルベルト・ヒネス・ロペスのパーソナルベストです。ですから10分の1までは一緒ですからね。これはいい勝負です、ね、はい。さあ、どちらが準決勝に勝ち上がってくるのか。おそうなんのダフィー、そして右ステージまだ60です。大丈夫。あっと、フォルススタートダメだ。あらら、やり直しか。うん、失格じゃないよ、一発で。どうしたんだ。コリン・ダフィーにフライングがありました。これがあるから失格か。ですね、失格じゃないでしょ。やはり力が拮抗しているというところでスタートから出遅れないという失格だけど、そこで働くわけですが、はい。ですからこの時点でヒネス・ロペスが一発準決勝進出ということになります。反応タイム、リアクションタイムが0秒12万ですと、これフライングフォルススタートということになりますが、確かに見た目でも早かったですかね。そうですね、はい。まあ、この放送席から見るとちょっとこう、まあ、あのタイミング一発で終了だよ。いつもあれフォルススタートって思っちゃうようなたまんないよ、はい。あ、日本人奈良崎さん、樽崎さん登場してきました。
楢崎は今年3月に日本新記録5秒72を出しています。おとといの予選でも5秒94。本人もかなりこのスピードの前はですね、予選あれがセンサーなんだ話をしていました。一方のオーストリアのヤコブ・シューベルトはリードが強い選手。このスピードは予選で自己ベストスピード止めだ、スピード止めだ。ノースペースは共産なんだ。さあ勝てるか、相手強そうだぞ。金メダルかかってるんだ、うん、うわ、はいや、おいてて、うん、ほら大丈夫だ、はははは、早い。ここは順天に楢崎がまず準決勝進出です。また予選と同じようにですね、あの胸を手で押さえましたね。本人もかなり予選の時にね、やっぱホッとしたというふうに話をしてましたけれども、腕力もなくためなんだな。腕力もなきゃいけないし、脚力も、腹筋、背筋、握力もなきゃいけないし、この掴むわけ、指先のここの力もなきゃいけないわけだから、ここでだってこうこれだけで登るんだよ。まずスピードで4以上はこれで確定させています。さあそして準々決勝最後の組はフランスのミカエル・マイムとアメリカのナサニエル・コールマン。先ほどあの危険の情報を話をしましたが、マイム兄弟のお兄さんワッサマイムが危険。こちらはミカエル・マイム、マイム兄弟の弟です。さあ、一昨日の予選では5秒95、うん、髪長いだけで男の人。あ、男の人。うん。この準決勝で楢崎と対戦ということになります。まあミカエルがね、お兄さんのバッサが危険ということになりましたから、うん、何の思いも受け継いでということになります。そうですね。この二人は仲がいいんでね。兄弟ですね。その思いはしっかりと受け止めるかというんじゃないですかね。はい。はい。スタート。フライングはありません。ああ。0.09 秒の戦いだよ。日本だな。0.09 秒よ。本当このタッチの差で。一回遅れたのにさ、ここで引っかかって遅れたのに、フランスのミカエル・マイム、この4人がスピードでは4位が確定ということになります。準々決勝で敗れた選手たちはこの後5位以下の決定戦でということになります。6-4、6-3、6-3、6と6-4-5よ。まず先に準々決勝で敗れた選手たちが先に出てきました。5位以下の決定1回戦ということで、ヤコブ・シューベルとオーストリアとナサニエル・コールマン、アメリカ。大変だ、もうすぐやんなきゃいけないんだ。ここで勝ちますと5位6位決定戦に進んで、敗れた方は7位8位決定戦ということになります。ヤコブ・シューベルとは準々決勝で9秒18、ナサニエル・コールマンはベストを出しました6秒45。面白いなこれ、2人かなり拮抗した。はい、なんか本当現実じゃないみたい。あ、どこをつかむかって、うん、こんなあのさ、履いてる靴とかすっごいキツキツなんだよ。もうギリギチギチの履くのよ、力入るように。滑り止めつけるよ。うん。お猿さんよりも早い。6-2、6-4、6-2。そうですね、この、まあ、そういった新しい壁であるというところもあるかもしれないですし、はい、その選手が今日のために鍛え上げてきた、練習してきたその技術であったり、全てがやっぱりこう相まって、はい、こういう記録になっていると思いますね。はい、さあ準決勝、そして本来であればアメリカのコリン・ダフィが出てきて
もう一つ5位以下決定戦というところですが、あのバッサマイムがいませんから、ここあるいはスキップしたのかもしれませんね。そういうことですね。はい、なので次のこの5位6位決定戦は、はい、ナサニエルと、はい、コリンの、はい、あの命綱で引っ張られてるやつ、はい、も儲かるんじゃねえのか、ガンと上げられて儲かる入ってんの、あれは張ってんのかい。同時だ。おー、エスパニョール。ゴールブルかな。タイミングから言うと、平見さん、これは順調です。足は締めた。まあ、そうですね。はい。もう締めるわ。うん。残り3人と締めるよ。これ決勝ミスだよ、決勝。決勝やるの？決勝やる。もうこのまますぐ決勝やるんだよ。その日だよ。こんなポン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 やってたら決勝やるよ。いや、すごいな。奈良崎さんって結構早いからね。やっぱさ、この大舞台で実力をちゃんと発揮できるっていうのがすごいよな。緊張せず。早い。はあ、すごい。6秒02。決勝だよ、決勝。ホールドに足が乗れませんでしたね、はい、さあこれで長崎もこのスピードにおいては2位以上が確定ということになります。あれいっぱいこう掴むの失敗したしだっていうかな。うん、スピードの中ではこの準決勝が一つ大きな山、また長崎がねほっとしたような姿を見せましたね。今あんなちっちゃいところに足掛けていくんだから、この勝負が一番強度もう見てないからね、足かけるところは。あんなちっちゃいところ感覚でいくわけだから。運もあるんだよな、うん、足がいったところ。まあ運はないだろういや、やっぱり足がいかなかったらさ。あ、まあ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 ね、これやっぱ自分個人の順位でいくと手は見えるからね、足が見えねえんだろう。野球だってそうだ、野球だってこう投げるとき持ってるボール見てないからね。見ないところ。そして右が同じアメリカ24歳ナサニエル・コールマンです。ラビー今度はしっかりスタートを切って、ナサニエル・コールマンが少しリードだ。失敗したんだ、こっち。諦めちゃう。人間掴みすくなった。人間変わるんですよ。スピードにおいては5位がコリン・ダフィー、そして6位がナサミエル・コールマンということで順位確定です。5位から7位まではこのスピード、順位が確定しました。もう諦めちゃった。さっきフライングしたから、この人。続いては3位決定戦です。3位決定戦、うん、チェコのアダム・オンダラ、そしてフランスのミカエル・マイムです。まだ銅メダルとかじゃないんだ、これ。なんかいろいろやるんだ。ベストのパフォーマンスではなかったと思いますけれども。はい。まあ、ここは、レースを、はい、これだけでメダルもらってもいいけどな。っていうスタイルでいけば、はい、まあ、ミカエルがね、あの、復活していくんでしょうけど。この後のボルダリングが得意な種目。そうですね。予選でも力を発揮しました。
さあ3位決定戦です。今日の頭は本気ですね。はい、スタート。ああ、はい、ミカル先行、アダムも追いかける。ミカルやや前か、ミカル2が早いか、6秒47アダム・オンダラも6秒86、7秒切ってきました。3回登って全部ベスト。女どんな人が髪の毛な、すごいですね。アダムもガッツトップしてます。今までスピードの時と見てて、はい、ほんとやる気ない感じでやるんですよ。はいはい、いやー、嬉しそう。スピードを登ってこれだけ嬉しそうなアダム・オンダラあまり見てなかった。すごいな、3回やって3回ベストだって。3回やって3回ベストなのに決勝いけないんだからな。これで3位がフランスのニコレ・マリ、そして4位がチェコのアダム・オンデバということになりました。ただいずれにしてもアダム・オンドラは、まあ、自己ベスト出したのも嬉しいでしょうし、上山さん、なんと言ってもスピードでまず4位につけたっていうところが、そうですね、この後ね、ボルダリング、リードと、徐々に得意種目が、なるほどな、他の種目は強いのか、あの人は。決勝ですよ、おじいちゃん。決勝、この早く登る競技の決勝。こっちは日本に、登ることになります。左がスペインのアルベルト・ヒネス・ロペス。さあ、ここまで来たからには何と来た、ちょうど来た、してほしい楢崎です。先ほどの前の選手と同じように、はい、やっぱりこう勝つレース、ヤッチャン来たよ、まあ、失敗をしないと、はい、ヤッチャン来たよ、ヤッチャン来たよ、リード、うん、スタート、いいスタート来た、ああ失敗、いや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 、あー、あー、諦めない。決勝勝ったのはヒネス・ロペス。かー。そのトーマスキックのところですか。そうですね。筋トレなくなったな。お台場でやってんだこれ。まあ、お台場。一発勝負にはこの怖さになります。そうです。まあまあ、しょうがねえな。あー、ナイスナイス。